ハリーがライブでお送りしています J-WAVE ハローワールド続いてはですねサイバーラボのコーナーです今週はですねまもなく本格的なシーズンを迎えるプール特に東京のプールに注目していますねえまあプールといえば真夏の暑い日にも最高じゃないですか想像しただけでああワクワクドキドキしてきますけどまあ、プールに行く日に限って時々ねちょっと雨が降ってしまってねあもう、ね、やってられないなテンションは急降下 そんな時はですね、室内プールがおすすめです。そこで今夜注目するのは八王子にあるあったかホールの室内温水プールです。まあ、ここからね、本当にあの寒い日でも全然安心じゃないですか。そんなネーミングのこちらは三歳以上のおむつの外れた子供から、まあ、お年寄りまでが楽しみいただけるのどかな雰囲気が、まあ、心地よいプールですえ。注目すべきは通常は室内プールなんですけどもなんと暖かい日は、まあ、天井が開いて まあ屋外プールのようなね開放感が味わえるんですよねしかもですね料金は結構お手頃なんですよ大人は1時間200円子供は70円うん。おまけにロッカーの塩は無料、まあ、お財布に優しいので、まあ、プールの帰り道美味しいものを食べたりしちゃってねいいじゃないですか室内プール、うん、長寿あのプール僕もともと10代結構よく行ってたんですけどもあのなんか気持ちよくなって1回 プールサイドで全然あのー、まあそういうねクリームもつけずに寝てしまった事件があって本当にねその時あやっぱり自分その白人の血が入っっってるというか真っ赤にになったんですよレッドロブスターに、うん、だからみんなよく海行ったらちゃんとクリームつけれるけどプールしたら逆にプールだと逆にちょっと油断してしまうっていうね話よくあるかもしれないんですけど今年の夏もしね皆さんプールに行く場合であればちゃんとクリーム寝っといてくださいね。 さあサイバーラボ今週は東京のプールにフォーカスしました来週もどうぞお楽しみにレッドロボスターって <laughs> 表現がおかしい <laughs> あの歌が頭にタミんこんにちはよろしくお願いしますお久しぶりですよねよろしくお願いします待ってました待ってましたまよろしくお願いしますお願いします 吉野があの動画の配信の画面なす。はい、オッケーです。はい。あ、あ、はい。はい、ありがとうございます。そう、j ェーこの、この風景もすごい久しぶりに見る。あ、本当ですか。うん、そ,うそう、でも、鏡さんとね。出会いはもう。ここですからね。ここですから。そう,そう、そう。 あ、映ってるんだ、ここに。そうなんですよ。<laughs> 今。これ昔、かかみさんが、翻訳された。はいはい、そう。うすごい面白いんで。あれ、もう徹底的に。徹底的に、はぐちゃん。<laughs> もう、ハグささんも、ずーっと楽しみで。あの、僕とカムシさんが、知り合いということ、を結構前話なんですけども。もう、ぜひとも来ていただきたい。いたたいありがとうございます。 こちらこそ嬉しいな呼んでくれてなんか不思議ですよねこうやってお仕事一緒にするのってそもそも一番最初お会いした時のお仕事でそのあのいろんなイギリス料理を能する機会があって大使館に来てくださってそうですよね呼んでいただいてねそうイギリスつながりがね結構あったからまさかのまさかのね実家つながりっていうねそうそうそう実家っていうかね僕の実家先生のうながグラストンブリーですよね グラストンベリーの話も結構聞きたいというふうにおっしゃってる方々ねツイッターにいましたよ僕も、うん、あ見てくださったんです見たありがとうございますはいそうそうグラストンベリーよく結構日本人としてはグラストンベリーよく行ってる方だと思ういや絶対そうですよそうでしょなかなかみんな知らないですもん <laughs> 本当、ね、だって僕ね年一回は絶対行ってるから二十年ぐらい行ってるから絶対二三十回行ってると思ううん、うん、<laughs> してほしいよ本当に新鮮体質にほし,しいですね。 イイギギリリススっったたここととないよねそうそうそうちょうど僕が JF でお世話になっていたろにその番組がんていうか変わってハリーさんがスタートしてすごい面白いと思って聞いてたすごいよく覚えてますまだ昼の頃そう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 でその時に呼んでもらったんですよねそうですそこから仲良くなったお来ますかはい いやーたまんないです。まあね日本のニューウェーブというまさにこのバンドでしょう。リリーズ、えー、リメインズ。まあ昔からほんと仲良くさせていただいてるんですけども実は今度ですね7月12日に。 ポ、えー、ポーーーールススミスミュージッククラブササトバーサムソニック、えー、一緒にちょっとイベントをやることになりましてはいそうなんですよあの詳細はポール・スミスのホームページでぜひともチェックしていただきたいんですけどもちょっとリリーズリメンズこんな音なのに、まあ、インストアライブということでねちょっとアコースティックっぽくなるかもしれないというこれはなかなかの魅力だと思いますが、えー、楽しみにしておいてくださいお送りしたのはリリーズリメンズ「Broken Receiver」でした ハリーがナビゲートしています J with Halloworld Friday さあ行きましょうかここからは今夜のテーマです鏡隆一さんが読み解く星からのメッセージそうです2014年があと少しでもう半年が終わろうとしていますあ、まあ、来週からですね下半期ということで7月以降星の動きの変化とともにまあ、運気もねこれいろいろ変わるということなんですけど一体どういうことなんでしょうか 説明していただくのは先世術の第一人者香上隆二さんに星からのメッセージを教えていただきます香上さんハローハローハローよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいや嬉しいな,ないやー 本当にありがとうございますいやこちらこそですよ、ハリ君の番組にね、こうやって呼んでもらえるなんて、本当に光栄です、ね、何をおっしゃいます、本当僕に僕あの、加賀美さんとはですね、初めてお会いしたのが、僕、まだ昼のあのパーキン・ザ・スカイという番組で好きだったんですけども、そ,そ,うん、それこ降、ずいぶんね、す素敵なお付き合いをさせていただきまして、本当にね、もうイギリスのおつながりがあって、ね、大使館に来てくださったりね、お招きいただいて、本当に光栄ですありがとうございます、はい、まさかの僕のイギリスのグラストンベリーという実家も、何度に行かれたことがあるという,、ね、ういや僕って二三十回は行ってますからこ、ね、と <laughs> ですか。そうねかね日本人としては相当 い <laughs> っ,ってる方だと思うんですよね。<laughs> ね、はい、あのロックフェスティバルとちょっと関係なくね、うん、あの完全に戦争の戦争術とも関係ある。本当にミステイクなんです。そう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 。あ一説によるとグラストンビリーを上から見ると十二星座の地形になってるっていう説もあるんですね。うん、本当かどうかはわかりませんね。はい。<laughs> まあその話も後ほどしたいと思いますが、はいまあ、まあ今回はですね、まあちょっと早速なんですけれども、うん、あのーまあ、ちょっと七月以降ずいぶん星の動き、まあ変化があるということで。はい。 あのそもそも一番最初に星の動きと、まあ、我々の生活。 まあ、どのようにリンクしているか、というか、そうですね。あの、まあ、占星術というのは、天体の動き、星の動きと、地上の動きの間の関係を、こう考えていく。まあ、うん、アートなんですけども、まあ、二つあると思うんですよ。一つは、もちろん太陽とか月ですよね。うん、季節の変化っていうのは、太陽や月が作ってますから。物理的な影響が一つはあると思うんですね。はい。で、もう一つ、これは科学の部分ですけど、で、もう一つは。まあ、シンボリックなっていうんでしょうかね。一種のシンクロニシティっていうのか。うん、あの、物理的な因果関係ではないにしても。 なんかこう不思議な暗示となっていて、うん、あのいろんなこうイメージのつながりが見えてくるっていうね。そういうこともあるんじゃないかなと思うんですよ。はい、だからまあ、あのあんまり信じ込まなくてもいいかと思うんですけど。うん、あの普段とは違う、なんていうのかな、視点の一つとして、星占いを使ってもらえたら。まあ、楽しんでもらえたらね、うん、いいかなと思いますね。素敵じゃないですか。うん、ちなみに、あのー、今夜といえば、今ちょうど僕も、ちょっと外、あ、見えるかな。ギリギリぐらいですかね。あのー、まあ、うん。 新月そうですということですよね。はい、この月と星のそもそもの関係、まあ月も天体星の一つですよね。で,、はい、で新月っていうのは地球から見て太陽と月が同じ方向に並ぶときなので、うん、まあ月の光が見えない状態なんですよ。で毎月まあ月っていうくらいですけど毎月新月から満月や満月から新月へという形で。うん ほぼ日サイクルで繰り返していだかでもともとは,いはあのえー、月の始まりは新月の日だった、うん、あ単位歴っていうのはうだってあの一日っていうのはつまり月たちですからねそれからカレンダーっていう言葉ももともと古代中近東の言葉で、はい、カレンダーへっていうのは月が出たぞって意味だったそうですへえー だから何、えー、て言うでしょう何にもないところから月の光がスタートするので今日はまあ一ヶ月サイクルの物事の始まりの日なんですね。だからその始まりの日に読んでもらって嬉しいなと思ってたらさ。でしかもこの七月のね、うん、もうも半期に向かってというところですけどもまあねいろいろ劇的な変化があるということですがねこんな素敵な日に来てくださってありがとうございます。 じゃあですね、まあ今夜も徹底的にいろいろ聞きたいと思うんですけども、そう、はい、ですね。一曲聞いた後、まあ気になるこの7月以降の話、はい、たっぷりと聞かせてください。そうそうそう。ね、そうなんですよ。今思い出した。え、ハリくんそのバッジは？こ,はこのバッジはですね、うん、あのー。 ファンの方が送ってくださって、ちょうど今日事務所に行ったら、あ素敵だなと思って、あこっちから見たらちょっとエッフェルトっぽくそうそう、なんでフランスと思わなその違うよ、ビッグベンなんじゃが、エッフェル塔でロンドンだったら面白いね、あビッグベンか、そうかそうあ本当だ、うん、か、そうですねやっぱあの。 イギリスにまあそれもちろん食だけではなく国として本当に興味を持ってくださる方が最近あの増えてくださってまあハリーくんのおかげじゃんねいやそんなのないですよ大使館パワーもちょっと使いつついやいやいや行きましょうねあの東中かのビスポークあ行きたい行きたいね本当ちょっともう行かれてはいるんですよね僕あの結構何度も行って実はあのハグちゃんとも一緒に行ったことがあるんですよやらしいなへ行きたい行きたいちょっとイギリスのイメージが変わったんじゃないですか。 うん、いやこれさ本当にいま、うん、だにイギリスがね美味しくないっていう人がいて、うん、なんかねちょょっっと違うううででしょうっていう感じそうなんですよね、うん、だからもうそれこそいろんなバラエティーの現場とかで前室で「ハリー最近いろんな仕事やってんじゃね」ちょっとなんかさイギリスとかさ「あれまずいだろうね」みたいな感じで言われた時に、うん、あの徹底的に説明したくなるんですけどあのそういう空,空間ってなかなか説明する時間が,、ね、時間がない、ね、っていうことなんで。<laughs> いや僕もそうですもんイギリスしょっちゅう行ってるとかっていうとご飯はどうなのって言われてしまうんですよね、うん、いや美味しいよって言っていやあの必ず僕あのロンドンとかイギリスでは食の写真を撮ってくるので,、はい、でそれを見せるんですよラインで送ってくださってそうそうそう、うん、美味しそうだないや僕正直他の国より結構美味しいと思うんだけどなうんでもそもそも結構素材のことを大事にしますよねイギリスの料理は。 だから例えばフランス料理だとそれがあのソースっていうものがすんごいこれの中でイギリスなんか全然ないだろうっていう風に言われてるかもしれないけどこのグレービーっていう存在自体がねグレービーですよ吉子先生のグレービーがあとブレッドソースね僕あそこで初めて食べたけ,けどブレッドソースですあと本当にあのイートンメスが流行ってるんでねそうなんですよこここでめっちゃ流行ってるんですよねこの間のノンストップでうん あ,のありがとうございます。あ見ててあ、見てみんなもちろん。ててくそうそう。あと、この間、えっと、東の方の、えっと、ショーデッチか、ロンドンの。はい、あそこに行ったら、もう屋台で、あの、イートンメスッと出してる、イートンメス屋台、すごいなそれ、そう。て。嬉しいですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、イギリスよりもね、よくは世界に渡っていただければと思いますが。ですつよね。イートンメスは何ですかデザートか。うん、デザートで。うん あの、まあ、焼いたメレンゲを後で説明します。はい、説明します。<laughs> Friday, people. This ハリーがナビゲートしています j w a v e h e l l o w o r l d FRIDAY 今夜はゲストに加賀美隆一さんを迎えして星からのメッセージの話を伺っていますさあ早速もう詳しく聞かせてください加賀美さん7月以降この運気が、ね、ガラッと変わるという,う聞いてるんですけども、うんうんうん そそもそもなぜなぜんですかえっとです、ね、これはもう先生術の一種、はい、まあ教科書的な解釈ではあるんですけどね教科書的解釈そうそうそう,、はい、もうみんなこれ先生やってる人間だったら絶対ここは同意する話なんですよで、えーまあ、1年で運勢が変わっていくっていうふうに考えるときには実はジュピター木星って星がとっても重要なんですよええー、大きいですもんね、うん、そうでジュピターはですね太陽の周りを12年かかって一周するんですね、うん、12年はい、はいで 今、十三星座って言う人いますけども、あれ、うん、嘘で、ええー、先生は必ず十二の星座を使うんです。<laughs> ってことは、十二年で一周だから、大体一つの星座を一年かかって動いていくんですね。うん、で、えー、今大きいですもんね、とおっしゃってくださったけども、も、うん、木星というのは太陽系で最大の天体ですから。物事をこう広げていく力があるというふうに考えられています。だから、その星座のイメージ、その星座の力を拡大するんですよね。レンズのように。はい、だから、その一年間の、まあ、流行ることとか。 ムードとか、うん、そういういものを木星の星座が表すというふうに考えられてる7月の16日だったと思うんですけど、えええー、この木星は今木星は蟹座にあるんですけど,なるほど蟹座から詩座に。 シフトする移動するってことなんですね。はあはあ、でカニ座が表しているものは何かって言ってもカニですから、はい、伝統的には母性の星座って言われてますけど、ここ水とか海とか、うん、それから、えー、あとはものすごいこう親しい人間関係とか故郷とかそういうものを表すって言われてたんですよ。ええうん、でもうずいぶん前の話なんで皆さん忘れてらっしゃるかもしれませんがあ、あの今去年すごく流行ったテレビの番組でね、あのジェジェジェな感じ。 ありましたよね, <laughs> あ,たねあれってまさにこうカニ座な感じでだと思うんですよ海もあるし故郷もあるし、うん、母性もあるし、うん、でおそらくこの7月16日以降は、まあ、テレビの番組か何かちょっとわからないですけど、うん、まあ「し座っぽい」つまりもっとドラマティックでもっと王道な。 もっというエンもうテレビのそのテレビの世界の中でも劇的な変化が出てくるっていう、うん、まあテレビだけかもしれない、はい、じゃないかもしれないファッションがあるかもしれないし他かのなんだろうな社会的なものかもしれないけどもすごいですね、はい、そういうふうな雰囲気になるんじゃないのかなと思ってるんですね。 もちろんサターンもあだこうだと言われるかもしれないですけど非常に大きいいうことですよね,ですねでちょうどその木星が7月16日に星座を変えるのでえまあこれたまたまなんですけど10年ぐらい前はちょうどお正月の頃に変わってたんですけどだんだんずれてくんですよ。ちょうどこの,我々のやってる仕事 女性なんかだと今年下半期の運勢っていうのを書くときにもう我々先生と言われてる人間にとってもすごい時期にも星が動いてくれてるというねあの先生思いの木星さんだなと思ってますけどね、うん、原稿もすらすらすら出来上がるようなじ、はい、じゃあ,あの川光さん今はどうなんですか要するにこの、うん 木星のパワーの話が今あったんですけども、うん、この変化も直前ということで、うんうん、今自体はまだ四月に入ってないから、どのう、ね、ような時期なんですか。だからまあこの一年間の総まとめの時期っていうふうに思ってもいいかもしれないですね。うん、だからこれはどの人にとっても蟹座が象徴する、うん、例えば自分の本当の居場所とかね、はい、それからなんて言ってん本当に自分をあの影で支えてくれてる人、うん、それからどんな恥ずかしいことやどんな嫌な面を見せても大丈夫だよ。 って言ってくれる人とか、場所とか、物とかこととか、はい、えそういうものをもう一回見直すのにいい時期じゃないかなと。思います。で、特に今日蟹座の新月ですから。はあ<ー>。そういうことにぴったりじゃないかなと思いますね。なるほど。いや、でも、重要ですもんね。結構、あの、その。 まあこれ僕だけじゃなくて誰でも話だと思うんですけども例えば4月から就職して自分の環境に結構慣れてきたと。うんうん、でそこで毎日あ ちょっとちょっと自信が出てきたかもしれない一つのステップアップをあのいろいろ考える暇もなくちょっと流されてしまう自分もしかしているかもしれませんね新しく仕事されてる方とかもしくはの新しいもの大学に入った方とか高校とか,とか、はい、ちょっとあら改めて見直す、うん、この時期に入ってるということなんですかね。小さいところではあの自分のベッドルームみたいなところかもしれないしうん、うん、あるいは自分の故郷のね 方に電話してみるとか、はい、あるいはもう本当に近所の人たちとこんにちはって言ってみるとか、まあ、あの特に東京ではねそういうふれあの人の触れ合いがあのほっとくと流動的になっていく可能性高いですからうそういうことをもう一回やってみると何だろうこうもう一回ジャンプするためには一番自分の地盤がしっかりしてないとできないですもんね。んここののよううなな大きな変化が、まあ、起こりりる状況でちょっと身の回りもう一度見直して ある意味ちょっとスタンバイさせるというわけではないんですけども、心の用意も必要ですかもね。そうですよね。うん、あのー、まあその7月16日からまあ木星がいろいろ動くとかそういう話ありましたけど。 まあいつまあ7月からいつまでがこのなんていうんですかね一区切りまあだい一年というふうに思っていただければいいと思う、ええ、だから来年のまあ6月7月ぐらいまでっていうことでしょうかね。うん。うんじゃあそのあのその木星の力含めてその一年の中でもいろんなサイクルおそらくありますよ、ね。あります,あります。うん。ははははそうですね。まああの注目は例えば今年の10月の 8日だったかな皆既、はい、月食がっていうのは満月食っていうのは満月のスーパーバージョンなんですよ、はい、で満月って物事の成就を表すんですけども、はい、まあその頃に何か大きなターニングポイントというか自分の,あの一里塚っていうんですかね、はい、なんかそういうものを考え直すのにもいい時期かもしれないですね。は,い、はじゃあこの7月16日からまあ10月8日に向かってうまあおよそまあ3ヶ月、ね、まあ弱ぐらいですけども。 楽しみですね、うん、いやあのまあスズバーとは言いませんけど僕の中でも結構いろんなターニングポイントが訪れてることがいろいろ、まあ、仕事の面でもたくさんあって、うん、ねどうなるんですかね <laughs> いやいうくはねもうほんにいろんなこう大役をね <laughs> やってらっしゃるからさいや,いやもうあのー、毎日すごい生きてるのが楽しいということもありつつ、うん、不安はもちろんね、まあ、誰だってもあると思いますけどもね。 さあということで、まあ、こういう、ね、7月16日からとてもつもない、まあ、スタートがあるというふうに聞いておりますがこの後はですね、まあ、たくさん皆さんからメッセージを待ってますしねあの一つの星座い,いろんな詳しい話を聞きたいと思います。Let's have a tune, a 結構メッセージがどんどん来てるんですか。神戸さんの声がいいので説得力がありすぎるで、すべてすんなり信じてしまいますいやいや。ありがとうございます。信じすぎなよみたいな。神戸さんのこの間のサーモンの写真美味しそうだったの覚えてます。ああそうそうそう。あれはどこだ。うん、あれはそうだあのあの朝ごはんだ。朝ごはんの。<ー>そうそうあそこのホテルはよくてあのビュッフェじゃなくてちゃんとそのオーダーして持ってきてくれるんですよ。 <Yeah. S 2> すごいですね、うんえ。自分の部屋にってことですかいやいやじゃなくてそのディナー、ダイニングルームっていうことですよね。<noise> はあ。おー私、獅子座だ。<laughs> うんいいですね。 もうよしこ先生の面白いストーリーが最近いろいろあってあ、本当,あ <laughs> 本当ですかね。えー、本当に聞きたい聞きたい。あの方は本当に面白いんですよね。<laughs> すごいチャーミングだもんね、そのねチャーミングって年上の女性を捕まえて言ったら失礼ですけどね、うん。今度また九月にイギリスに行かれるっておっしゃってました、ね。おっしゃってましたよね。うん、なんか四月の頭にもいらっしゃるんですよね、東京に。あ,あ、東京に？東京にいますよね。 あ、え、あぐちゃん、これってやっちゃっていいんですか。はいはい、かぶりませんか、後ちょの展開と。まあ、後ほど詳しく聞きますけどみたいな。あ、でも、これもちょっと話、ちょっと話していいんですね。やっぱり恋愛とかも、その。うん、あ、わかりました。オッケが入る場所によって変わってきます。オッケーです。わかりました。一応こんなメッセージになります。はい Yes. お届けしたのは去年アイコナポップに提供した楽曲「I love it!」で一着注目を集めたチャーリー XCX のニューシングル「BOOM CLAP!」でした。ハリーがナビゲットしています j w a v e h e l l o w o r l d 今夜は加賀美隆一さんをゲストにお迎えして星からのメッセージのお話を伺っていますメッセージいってみましょうラジオネームあさこさんですハーライフハッライフありがとうございます。 えー「水亀沢、はい、7月から恋愛運絶好調」というような占いが世の中には いろいろ出てますけどもそんな気配全くなしなのですがそうかいやいやいや僕もそういうふうに書いたかな水亀座にとって詩座っていうのはホロスコープ円形なんですけども円形と言いますとサークルなんですけど丸輪っかなんですけどもちょうど位置的に言うと180度反対側なんですよ。で自分の星座から見て反対側っていうのはあなたとか相手を荒す そこに拡大の星が入ってくるし他の星もいるので確かに出会いのチャンスの時期ではあるんですね。なるほどなるほど。でただし出会うためには自分ででで一人引きこもってちゃしょそうですそそもも術とととちょっまた違うころですよねだからピンポンって誰かやってこないからだからせっかくこう出会いのチャンスではあるので恋愛だけでもないかもしれないけどもいろんな人と出会うためのいろんな場にね自分から行ってみるっていうのはどうでしょうかね。したらもちろん あの恋人とできれば一番いいし、えー、それ以外のあの面白い人と出会えるかもしれないから。いやそうです。やっぱちっなんかあの、うん、まあこういう時期だからこそアクティブになってもいいと思いますよね。夏ですからね。夏ですからね。はい、いい意味でのアグレッシブさが、ねうん、欲しいですね。はい、いかがでしょうか。朝子、うん、さ,さんありがとうございます。 さあということですねツイッターの方皆さんどんどんよろしくお願いいたします皆さんからのメッセージをお待ちしていますメールは番組ホームページ右上のメッセージプレゼントもしくは直話の hw.j-wave.co.jp でお待ちしています J-wave ハローワールドここでニュースルームのしかなさんにニュースとお天気を伝えてもらいます 鹿内さんありがとうございましたさあ今夜のテーマ鏡隆一さんが読み解く星からのメッセージは一旦ブレイクさせていただきます、えー、そして11月からの後半はもっと詳しく7月以降の展開について伺いますさあこの後おすすめのエンタメ情報をお届けするエンターテインメントストリーム F DJ ドラゴンさんをゲストにお迎えします

ドラゴンさんの香りがします俺はねもうね従順だからね従順ですか何たってそのハローワールドで培ったものはしっかりとマッキーがね教えてくれた伝授した評判いいですよおかげさまでぐいぐい運気も上がってる感じでねよし行きます。 占いとかめっちゃ気になるわじゃあすげー楽しそうだな、ね、やばいよね Hello 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 ここからは番組オススメのエンタメ情報をお伝えする J-WAVE Entertainment Stream F のコーナーですさあ今夜のゲストは我らが兄貴の TJ ドラゴンさんで、イエーイ、だまだまだまた来ちゃいましたけどね。こんにちはどうもアイリッご無沙汰。なんかね、ご無沙汰ですか。なんか戻ってきるのが普通すぎてもなんか。そうだね。まあまあ居心地いいですよ。相変わらずここは。ありがとうございます来てくださって。ドラゴンさん最近最近どうですか。最近ね。最近なんですか。すごいアバウトで雑な振りですけど。それもねほらもう皆さん同様寝不足な毎日をね過ごしながらね。で僕あれの来月いよいよねもう二人目の子供生まれるんですよ。そう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 。それで うそ初めて聞いたんですけど今名前をね、はい、どうしようかってハリーにしようか <laughs> 女の子なんでハリーはないけど <laughs> はい、はい、ハリコにしようかハリコどうするか今名前を本当に自覚とか <laughs>、はい、さっきの占いじゃないけど、はいろいろね調べたりして日々、えー。はい もう寝不足の中、そっちのほうも考えなきゃいけない。大変ですよ、もう。日本代表のこと考えなきゃいけないので、そっちのほうも考えなきゃいけない。大変ですよ、もう。いや、本当にもう、本当にもうね。大変ですけど、嬉しいですね。それおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ドラゴンさん、プロデュースされたサッカーを愛するサポーターの応援が詰まったこの、アローウトラス2014リリースになりましたね。ありがとうございます。ちょっといろ聞かせてください。どんなアルバムなんでしょうか サポーターってね12番の選手と12番目の選手と呼ばれているいわゆるスタジアムで熱い声を送って選手たちエールを送る人たちのための応援歌をね特集したアルバムなんだけども本当ね渋谷で騒いでるなら違うからね12番目じゃないからあれが30何なんだか分かんないけどそういうアルバムでね今回ね4作目で実は2002年の日韓共同開催の時からドイツ大会そして南アフリカそして今回の ブラジル大会と四回目です。四作目。いやすごいですよ、ね。十二年。十 <laughs> 二年ですか、ね。続けてみるもんだね。 もももう定番ですすよねねみんんな期待しちゃいまディオンドラゴンさんは今回どのような作品を出すのかと。いや本当にね「マボニッポン」とかね「アイダ」とかも有名なちゃんと応援歌ちゃんとって言うんですけどもそれはもちろん入ってるんだけどもこういう新しい今ちょっとバックでかかってるようなこういう新しいちゃんとなんかも入れたりとかして今回あと桜井さんがねやってるうかつかのあの曲もちょっと入れたりとかしてなるほどぜひみんなチェックしてたいます皆さんね楽しみにしておいてくださいゲットしてくださいさあここですね1曲聞きたいと思いますがドラゴンさんどう どうしましょうか?。私がリミックスした曲かけてもいいかな?。もちろんです。<laughs> ええー、ザブームさんね、年代でね、えっ、ー、と、活動をきっしか解散になっちゃうんですけども。はい、ブームさんの僕大好きな曲を、えー、リミックスさせて、サポーターソングにさせてもらいました。はい。ええー、よろしいでしょうかザブーム、ええー、ージェードラゴンと DJ トラがリミックスしました。<え>風になりたい。<laughs> ありがとうございます。ほとんど日本代表のことは話さず。<laughs> そうそうそう、僕はね。まあまあこの後半もあります。後半ね。後半ね。イエス。<laughs> そうなの、本当に<ー>ちょっとだからすっごいもうそれも毎日もああどうしようかなーってもうサッカー見ながらどうしようかな外人の名前メッシもいいなー。イ <laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> ちょっと面白い、ちょっと、ね、ちょっと面白い。三月十三日,日ですよ。よく知ってますね。ありがとうございます。もちろんブラックスジャックスも入ってます。六十<ん>年八年、千九百六十八年。すごかったね。いろんなこと。何時ですか。うん、時間はね、十一時午前の。 乙女だわ。<laughs> ドラドラミがいいのってばかやろ。ばかやろ。いいな。ドラドラミはわかりやすくていいけどね。ドラミ。ラミうん。ドラミがみんないいか。ああドラミ。<laughs> 確かにいい子いないですよね。ドラミちゃんっていいもんね。<laughs> ジャイコはやだけど。<laughs> ジャイ。やだー。ジャイコはちょっとねーーなんか。<laughs> 本当に、すごい大変だね。名前だからね。マジかリ君とかもね。はみちゃんもいつしか経験して、わかんない。名前だ。はりって名前って、とかさね。みんな、ほら、ある、一生もんなんですよね。適当なこと、悪魔ちゃんとか。いや、そんな、もう、本当にもう。悪魔ちゃんで。昔ありましたよ。ねん。くじゃなくても。 クーエじゃなくても。リアリスティックな神秘か。マジで。大丈夫かな。遅咲きとか、そういうことない。大丈夫。遅咲きがいいな、俺。そカルシウムマルケスと同じ。ああ、やっぱり。すげえ。悪いな。あれの。適当だな、俺は。本当にもう、なんなんだろう。 じゃあ候補はあるんですかお名前、うん、何個かね考えてるんだけどでもやっぱりちょっと難しいよねかみさんもかみだこうーだだもあるし、うんうん、でもね自覚見,ね見たりとかねいろいろあるからね楽しいだな日本語だと漢字になるんでその、ね、自覚っていうのは結構ねそうそう日本はね,ねそういうのがあってね、うんうん、結構重要だったり するののかかな分かんななんんいいいけど海外はないもねねそううただやっぱり重要になりますだってお互いなんかねお前こうだこうだって言われるんでしょうね、うん、小学校と中学校でその格数に関してもあると思うよねえ<ー>ストライコ <laughs> ストライコいいねストライコって何の <laughs> 野球じゃないんだからボーリングじゃないんだからむちゃくちゃだよはい OK ですオッケー えー、ありがたい。 ドラゴンさんがプロデュースしたサッカー、はい、を愛するサポーターの応援歌、はい、ウルトラス2014からザ・ブーム風になりたい DJ DragonDJ TORANREMIX お送りしましたありがとうございますねかっこいいっすね最高ですねちょっともうこれはブラジルって感じじゃないですかもう来ないですよほんとにほんとにまあでもまだまだねあの日本はね残念ながらねやったりしちゃったけどさ,で,けどもさでもまださワールドカップこれからじゃないもちろんです いろんな意見あるでしょみんなそれぞれ。でもね強いぜぶっちゃけすごい強いのよ。だけど今回ってほらスペインも落ちちゃえばさそうですよイギリあなたの大好きなイギリスもね。カモネ全然ダメよけどイギリスもダメだしねもうみんなさイタリアもダメだっでしょポルトガルも落ちちゃうねポルトガルも落ちちゃいましたねこんな日本地で当たり前じゃないですかそうですよあれはねピッチが俺結構きつかったと思うよいやなんかもう初戦から見て。 めちゃくちゃ重かったのがあれは緊張感だけではないと思うんですよね。あれはもう本当にピッチがね、やっぱり日本ってさすごく設備され整備されてるし、ヨーロッパもそうだけどみんな整備されてるじゃん。うん、そういうところでやってる選手たち、特にパスサッカーやるなスペインとかさ、全然ダメだったわけですよ。みんなそうなってますもんね。あれはピッチが荒れてたんちゃうの？<laughs> 俺の読みでは。だから日本はピッチを持って荒そうぜ。<laughs> ね、でも本当に。でもやっぱりドリブラーとかなんだろうね、もう少しこう、うん、個人技の強いところが強いね。 そうですね。やっぱり最終的にはその体と体のぶつかり合いっていうものをちょっと制するチームがもうついたりとか、やっぱりのロッペンの輝きとかねいろいろありますけどもね。もうロッペンあれ危ないね。早い。早い。あれねなんかちょっと <laughs> ねとんでもないことになってるね。いやなんか一人だけなんかあのちょっと早回しでしょ,ょ、ね。早いマーシ早回しーシビデオ早いんじゃないみたいなね。どうしちゃってんのこの人みたいなね。でもメッシとかねいやっぱりね。ねメッシ選手はャー169センチですよ身長ええー、ね。ってことはさ日本人でもその辺の多いじゃないですか。はい、だから体格とかじゃないわけ、うん、そういうことですか、ね。 うう体のその使い方っていうものと、<う>あと。メッシュはやだけじゃなくても、頭いいですからね、やっぱ。だから、なんか俺はね、日本はさ、もっとなんかさ。 ブラジルとかさどどんんん送り込でいサッカーを勉強して噛みつかない程度に。いやんかもう本当のこれいい意味で思ってるんですけども汚いって意味じゃないですけどもんかそのファウルのぶつかり方とか体の当て方とかあともう一つこれも昔から日本代表のどうしても問題なんですけども大久保選手がシュートってに対しての意識っていうものがもうめっちゃ外れてもいいんですよ。ただよく他の例えばエクアアドルであろろううととコロンビ左 サイドバックとんでもない遠いところからドカーンって映あるじゃないですかああいう姿勢をちょっと見たいんですよねまあねだからそういうまだまだ課題はいっぱいあるんだけどもそれを楽しみにしましょうそうですね4年後のねロシアですからねロシア大会だから今度はねピッチ凍ってると思う気をつけて逆に凍ってると思うつる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 だもんね アイスオーケーの高い選手あたり、アイスオーケーね。高い選手ね、コーチ入れてさ、それでどういくんだもん、岡崎選手のダイビングヘッドなんかもね、シャーイぐらい、って、シャーイもう究極のヘッドスライディングみたいな、ファンペルシーのやつとか、シャーイぐらい、フライングダッチもうコーンって、もうゴールで当たんないように注意です。みんなジャンプしちゃいけないで、もう地面すれすれサッカーするも持ってみんなで、 違うスポーツああ違うスポーツでしょそれめちゃくちゃですねそなてねまあでもね優勝国どこが気になるよねズバリどこ僕ですねお気に入りブラジルって言いたいところなんですけどそこは言いたいところなんですけどもえっとですねちょっとねアウトサイダーでフランスって気持ち的に強い今回強いんかあのね団結力が4年前と比べてありすぎて うんちょっとねあの非常に期待しています。ベンゼマベ来るかもしれないなフランスねジュちょっと隣の国だから応援しとる必要いのかてでもいいんですよクロワッサン好きなんでまあいいかなと思ったんですけどドラゴンさんどこですか。こはもちろんねそのブラジルまあおう置いときましょうよなんでしょうがないよねあの開催国だから勝たなきゃいけないんだから。こまあこれはねまあでもやっぱり今の六ペンのねこの投資見りオランダはもちろんあるでしょ。はだけど意外とスイスも侮れないなと。 キリそうだからスイスとアルゼンチンがどうなるかね,、はい、ねここでスイスが上がっちゃったらあるよ、うん、ありますよねアルゼンチンが上がればそれはアルゼンチンとブルーズイールの対決も見たい見たいですよね見たい見たいドイツともブラジル問題、ね、ロナルジーニョコーチーニョ全然いない,い,ないフェルナンジーニョすごいドラマンさんはい ああのまサッカーはそういう感じなんですけどもその他んかお知らせなどお知らせあるよ今晩この後俺渋谷のキャメロットで DJ もう残念会残念会みんなでね前回はもうみんなでやるぞなんつってサッカー先月はねサッカーサッカーなんつってわしゃわしュやったの残念会残念だけど踊ろうみたいなまあでも楽しければいいじゃないそうそう気持ちよく踊ってくださいこの後キャメロットですね何時ぐらいえーとねまあまあこのだとまあそうですね楽しみにしておいてくださいドラゴンさんまた近々来てくださいよろしくします はい。ありがとう。J Wave Entertainment Stream F。今夜は DJ ドラゴンさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。ありがとう。ドラミはやだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。つらんつらんやも。つらんつらんねやもロシア。ひどい話ですよね本当に。すいません。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもあね。じゃあね。またね。 はいよろしくお願いします面白かったよっしゃ凍ってるか大変だよやばいっすやばいっすガラッとテンション変わってねまたドラゴンさんいつもあんな感じなんで聞いてます聞いてます結構長いよねドラゴンさんねそうですね

りがまハリーがお送りしています、J、Hello World さあ今夜は先生術の第一人者鏡賀龍さんをゲストにお迎えして 星からのメッセージの話を伺っています。神尾さん、後半どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ドラゴン、ドラゴンさんからね、ガラッとね、僕たちムード変わっちゃってね。すいません、なんかこうおとなしい感じになっちゃって、すいませんね。先生術はあのバキバキのテンションで言っても、それなかなか伝わらない可能性もありますね。いやね、できたらね、楽しいよね。美味しいさーティ。でもそういう人ね、いそうですね、アメリカとかにね。確かにね、確かにそうですけどね。よろしくお願いいたします。さあ後半ですね。あの七月以 結構まあ、それぞれの星座は一体ど,ういうようなどのような展開を迎えるのか、はい、え教えていいいたただきたいと思います、はい、そこで,です、ね、今夜は12星座をあのグループ別に、まあ、4つに分けて、まあ、教えていただけるということなんですけどこれは、ね、エレメントっていうふうに言うんですけど、はい、まあ女の子、まあ、女性の方はよくご存知じ,じゃないかなと思うんですね。うんうん、12の星座12それぞれ違うんだけども火と土と風と水ですね、はいえー、燃える火。 大地の土、うん、それからそゆぐ風そ風れから水ですねウォ、はい、ーターですねでこの4つのグループに分かれるっていうふうに考えられてるんです、うん、っていうのは古代のギリシャではこの世界にはもういろんなものがあるでしょ、うん、人間もいればパソコンもあればいろいろも,もあるんだけどでもそれは あの考えてみると、えー、この四つの元素、四つのエレメントの組み合わせだというふうに考えたんですよ。はあはあ、だから星座も、どの、あの要素が強いかで、えー、四つのグループに分かれるというふうに言われているんですけど。なるほど。まあ、火の星座は、牡羊座、はい、獅子座、射手、はい、座。で、それから、土の星座は、牡牛座、乙女座、山羊座。風の星座は。 双子座天秤座水瓶座、うんえー、そして最後に水の星座が蟹座サソリ座魚座になります。まあなるほど、このようなグルーピングがある。はい、あとあくまでこの素人の意見なんですけども、うん、おそらくこれももちろん例えば相性とかもありますよね。そうですそうです。<れ>でよくね、うん、あの火の星座お羊座の人と例えば水の星座魚、はい、座相性悪いっていうふうに。 思いがちじゃないですか。火と水だから、えー、そんなことないですよ。火の星座も水の星座もすごい両方ともロマンティックだから、はい、逆にすごくロマンティックに盛り上がったりするんです、ね。すごいですね。うん、火と水、まあちょっとイメージじゃちょっと消えちゃうかもしれないけど、それがなんか。<laughs> あの面白いハーーモニーを作うあるとだからあの相性単純にいい悪いじゃなくてね、はい、なんて言うんだろう,こうそれぞれのキャラクターの違いが、うんまあ、どんな組み合わせになるかっていうことだと思うんですねで一般的に反対だって言われてるのは風と水だったりするんですけど一、えー、土で相性悪いのかっていうとそうでもなくて、うん、なんだろう,こういいピッチャー役とキャッチャー役っていうのかサッカーで言ったらこうストライクを。 ストライクでバーンと打ち込む人と、はい、キーパーのような人とあのうまくこうあの役割分担ができるうんでそこででよりあの完璧なな関係にっっていくっていいくううねそうですねそすこまで,であの分かりやすいシンプル例えば「ヒー VS 地」っていうわけでもなく、まあうん、あとそれぞれの,あの星座の相性というものも,ももちろんあると思いますけど、はい、まずはですねこの「非の星座」うんまあ「お羊座」「獅子座」「手座」はい 深井詳しく伺いたいと思います7月以降の展開そうですね深井どう思いますか深井木星が火の星座のグループである獅子座に入りますから、うん、あの火の星座の人たちはまあ一言で言うとすごくいいんですよで、いろんな星占いの雑誌の記事なんか見ると獅子座の人にとっては12年に1回の幸運期が始まるっていうふうに、はい 書いてありますでそれからオフィス座逸材にとってもまあ4年に1回ぐらいのサイクルなんですね、はい、で木星は必ずどの星座にとっても4年に1回はいい角度を作るんですよなるほどオリンピックじゃないですけど、ええ、で日本でよくほら石の上にも3年っていうじゃないですかだから3年待ったらどの星座の人も必ずラッキーな時が来るんですね<ー>やっぱり日本人っていいこと言ってるなと思うんですけど貫いてますよねもちろんだからそうは言ってても来年の終わる頃に 私だかったったていう,ふうに <laughs> 怒られることも結構あるんですよね <laughs> でこういうふうに考えていただきたいんですけど、はいえー、この木星が入ってる時期っていうのはんだろうなんですようんだから長いスパンでいうと12年サイクルとかあるいは4年サイクルとか、えー、今始まったことこれから始まることっていうのが長い間ゆっくり,っくりとく育っていくんだとそういうふうに考えて自分の人生の設計してみると。 なんていうのかなな、えー、新しいい可能性が広が広るんじゃないかわ<や>、ね、りますよあのよく、ね、それこそホロスコープ、うんえー、先生術星座を見てすぐ結果をどうしても欲しがる方っていらっしゃると思うんですけども、うん、だから要するにこの火の星座にとってはもしかしてあの少しずつのプロセスだけどものすごい幸運が入ってくるかもしれないそ,そのようなものが。 かもしれないですね種を蒔くでそのコツっ,っていうかポイントは、ええ、もう火の生座の人たちにとっても自分が面白いなとか楽しいなと思うことですねも、うん、かるかどうかとかねそういうことじゃなくて、はい、楽しいと思う自分本当に好きなことにチャレンジするうん、うん、でそのことが長い目で見たときに必ずいい結果になってくるんですね。ななるほどなるほほどどここのののそれぞれぞ特徴とかかってありますかあのこの それぞれの星座ですけども、例えばお羊座はこのようなキャラクタリスティックを、うん、あそうですね。えー、あのお羊座十二の十二星座のトップですから、はい、キーワードで言うと I am なんですよ。私が <am> 私が存在する。はい<私>、えー。そのことを強く主張する人なんですね。で獅子座は I enjoy っていうふうに言われます。だから自分が楽しむ ですね、なるほど、うん、でそれから「イテザワ・アイ・エクスプローー」っていうんですねエクスプロワー,ー、えー、探検するとか冒険するでしょうかね、はいえー、自分の世界を広げていく、えー、だからより遠いところに行くっていうそういうことがキャラクターだっていうふうに思ってますね。じゃあこのようなものをそもそも持っているからの、うんまあ、7月16日からこの木星のパワーと。うんうん え幸運が12年に一度のもい降りてくるって、はいうん、相当状況がねよさそうですね。というふうに、ん、逆にじゃあ気をつけるべきここはちょっとあの用心しといた方がいい、はいあのね、気をつけるべきことって特にないんですけど火、はい、の星座の人たちっていうのはもともと本当にこうアグレッシブだったり情熱的だったりするんですよ。はい、ただやっぱりここ1年ぐらいなんかちょっと自分のこの辺が足りないんじゃないかなとか、うん、コンプレックスこういうコンプレックス自分があるなってことに気が付いちゃった。 はい、可能性があるんですね、えー、でそれはそれでいいことだと思うんだけどもあんまりそっちに引っ張られちゃうともったいないと思うはい。だから誰でもそういうコンプレックスあるじゃないですか。もちろんであるんだけどそれはそれとしてこれから始まることの方に目を向けるっていうのがポイントですねうんなるほど簡単に言うと、うん、もう結構そのアグレッシブになれとポジティブになれと。そう オオププテテテテミミススィィッッククにになるるでですすよね<ー>前を常に見とというこが、はい、まあでもちょっとねあの復習をしますと火の星座であるお羊座獅子座そして伊手座の皆さんこれは結構素敵なねチャンスね、うん、入ってくる可能性があるということでね期待しておいてください、はい、さあ1曲を頂い,いたあとはえ土の星座そして風の星座について教えていただきましょう。すごい。

でも今ね昔はファックスだったし自分年バレるわファックスとかだってねあがきだったのにねはいはいはいうん職人とかあそうかそうかそんな年じゃないでしょ知らないでしょねなんかいつもと比べてうちのプロデューサーがずいぶん嬉しそうな顔してるんですよねすごいい楽しですハグちゃんがあありがとうございますハグちゃん何座だったんでしたっけ

雑誌の連載も発見するため。そう、結構読んでてくださってるんですね、いろんなのね。あら。ありがとうございます。あら。もう、触り方が我が子みたいなふうに触ってますけど。なでなで。後でちょっと。今夜終わったら、スタッフ全員の。調べてください。付線だらけにしてください。もうこれ、あの、絶版っていうか、出てないんで。もっと大切にしないとですね。 あこ,のこの著者がフルームに住んでたんですよええー、グラストンベリーからものすごく近いところに行きましたようちに当本当結構僕もグラストンベリー住んでた時には正直あの結構ヤバい人たちが多いっていうイメージがったっヒッピーなねそうなんですよそういうそうなんですよあのー、まあ、えー、ホームレスじゃないですけども、うん、本当に。 それといろんなカルチャーがコンバインしてる場所だなというふうに最近思いましたけどね。で目抜き通りハイストリートなんかもねお店の半分ぐらいが魔女シーッなク,クリスタルクリスタルそうそうそうクラそう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 なんですよ。僕でもこの間5月に行ってツアーで,、はい、でグラストンベリーのそういうお店でものすごい掘り出し物を買っちゃったんですけど<あら> <laughs> 17世紀の先生時代からやったハーブの。 本があるんですよ、えー、で17世年のを見つけて買っっちゃったんです、はい、すごいですねそんなもの自体がまだ普通に売られてるのがすごいですけど美術館とかじゃなくてそうそうそうでそれでものすごい値段かと思うじゃんはい、はい、そしたらロンドンの方は多分偉いことになったと思うんですけど、はい、あの町だから <laughs> なんと60本え <laughs> 数千ポンドぐらいしてもおかしくないですか

番組後半はですね十二星座を4つのグループに分けて7月以降の展開を教えていただいていますが続いてはですね加さん 土の星座、そうです。是非ともこれを教えていただきますか。はい、ええー、牡、はい、牛座乙女座山羊座。牡牛座乙女座山羊座の方なんですけれども。え,ー、えっとですね、あの前半、まあ、今までちょうど今までは。こういろんなこうコミュニケーションが活発になったりしてきた時期ではあるんですよね。で、そして、これは順番ですから。地の星座、土の星座の人、牡牛座乙女座山羊座の人の。 まあ、耕運機っていうのは、来年の夏以降なんです。年来年の夏以降。なるほど。でも、がっかりしちゃいけない。はい。ですよね。はい、で、それまでの一年間っていうのは、それに向けての準備の時期になります。になるほど。で、え、これは、あの、土の生産人にとっては、自分の無意識とか、心の奥底とか。うん、あの、そういう目に見えない世界を表す位置に。 星が入ってくるんですね。だから、もともと土の星座の人っていうのはすごい現実的な。しっかりした人たちではあるんだけれども。そうなんですね。でも、あの、これからの一年っていうのは、逆に、この目に見えないものの価値。に目を向けていくことができる時なんです。<うん S 1> で、まあ、具体的に言うと、あの、何かこうスピリチュアルなものに目覚めるかもしれないし。それから、もっと言うと、あの、あんまりこう不思議なことではなくて、過去のことですね。 いやいや過去過去、はい、自分のこれまで歩いてきた道のりのこと、うん、そういうものをこう振り返るチャンスが多くなるんじゃないかなという気がするんで。うん、で今こうフェイスブックとかいろんなのでね同窓会みたいなものがあってするじゃないですか。いやいやびっくりですよ。うん、次から次へとね本当にな昔の、うん、ああこんな人えもう結婚されてるんだとかね。ねえー、で、えー、そういうこところから今やもするとこう。 自分の心で蓋をしていたような思い出とか何かこう、えー、自分ではもう見ないことにしとこうと思っていたちょっとした心の傷とかね、うんえー、誰だってありません、うん、でそういうものがねもう一回浮上してくる可能性があるんですよ。なるほどでただし、えー、とそれは浮上してきた時が逆に言うとチャンスで、うんえー、それがやっと自分で扱えるようになってきたタイミングだと思う。うん、でそれを 自分で受け入れることでより自分自身の幅が広くなったりこれまで苦手だなと思っていた人とスムーズに付き合いができるようになってするでそれができるようになっておけば来年以降の幸運期にもっともっと大きなチャンスを掴むことが樋口へえまさに準備の期間っていうことですよね,すねあともう一つはねあの芸術的なっていうのかなアーティスティックなセンスがさえわるのではい、はい、あのー。 美術館に行ってみるとか、うん、あの音楽会に行ってみるとか、えー、そういうことで自分の感性を磨いてみると。うん、さらにさらに、えー、人間的な幅も広がるし。なるほど。魅力的になれるって。そんな気がしますね。うん、あの、先ほど一瞬、あの、まあ、毎日にちょっと流され。てしまって、ちょっと自分の原点をちょっと分かって、わからないかもしれないというちょっと話、あの、こ、えー、からさせていただいたんですけども。もしかして、これは。 あのー、まあ次のステップへのまあ充電というそうですうですところかもしれませんよね、うん、自分の磨ことを磨く、うん、そしてまあクリエイティブといえば変なのしその 音楽以外にもその恋愛に対してもう少しクリエイティブで前向きな、もちろんですもちろんです。ただね恋愛に関してはちょっとねセンチメンタルになったりしがちなんですね。ああだからまあいい意味ではなんかこう恋のイメージトレーニングみたいなイメージトレーニングっていうようなこともできるかもしれないけども悪くそこれが出ちゃうと一人相撲っていうのかなあの実際には何にも起こってないのに自分の中だけであの人があんなことを考えてんじゃないかこんなことなんだよね。あなるほどね。ぐるぐるしがちなんでまあそういう時にはちょっと冷静になってみることも大事かもしれないですね。なるほどじゃ結構冷静に自分の 保つことも重要うん、うん、っていう話なんですね。そ,そっか、土の星座、そのような流れがありましたが、続いてはですね。風の星座に関して、よろしいでしょうか。双子 <はい S 1> 座、天秤座。はい。 はい、双子座てんさん座天秤座水上座の方なんですけどもともとハリーもそうですけど、はい、非常に好奇心が旺盛で、はい、えそれからあのコミュニケーション能力が高い人たちが多いんですよ。えー、で、えー、これからの1年7月16日からの 1, 1年というのはさらにその面がねクローズアップされるはずなるほどだから あれも知りたいこれも知りたいっていう好学心がどんどん湧いてくるから、うん、まあいろんな講座に行ってみるとか本を読んでみるとかいろんな興味がある人がいたらどんどん会いに行ってみるあ<ら>、えー、そういうことがいいんじゃないかなと思うんですね。はいでハ、えー、<ー>リー君の水亀さんは特に、はいえー、出会いのチャンスの,出会いのチャンス。ほ先ほどの方ねあのメールくださってましたね。 まあ恋愛運出会いその出会いというものは恋愛というものを含めて、うん、もちろんそのあの仕事の面もそうですそうですもちろんそうです、うん、でもこれはアグレッシブになっていいもんなんですかねそうですそうですあのアグレッシブになってもうもちろん構わないんですけど、うん、アグレッシブもちろん積極的にって意味ではあるんですが、うん、そのアグレッシブでも自分が自分が自分がじゃないんですよね、うん、あの相手とのちょうどいいそのなんていうかバランスというか関係性っていうのを、うん、あの作れる時 だと思います、はい、だから自分からもボールを投げて相手から来たボールもきっちり受け止めてうそういうことができるタイミング。そうなんですね。ういうのはプラスなことでもありながらマイナスになりがちな時もあるんですよね。というのもいろんなものに興味を持ってあこんなことしたいなああいうことしたいな結局全部中途半端になって終わってしまう可能性もあるので。 そね、ちょっと自分の軸というものを改めて理解してでもそれでもいいと思いますよいい、うん、いい意味でで三日坊主っってやっぱりいいと思うんですよね<ー>だから人生で経験できることって、はい、あの数は知れてるから、うん、だったらもういろんなものをサンプリングしてブラウズしておいた方が、うん、<laughs> いろんなものをサンプリングしてブラウズしておいた方が可能性は広がると思うな <laughs> いいとね、はいえー、分かりました、はい、ということで、ねまあ、風の星座双子座天秤座そして水瓶座の方はですねちょっと好奇心満載のこと、はい、それ追求してもいいということですが。はい はいさあこのあは一体どうなるんでしょうか一曲いってみましょう「Sleepwalker Seven Cross ヴンクロス」だから仕事の面で言うとあの仕事の面で言うと例えばその結構そのサッカーが僕最近4月から新しい番組始まったりしてそれ以外にもじゃあ他はどうなんだとか。 自分の軸はどこなのかってよ,よく自分で考えます本当に聞かれますもんハリーくんってな何屋さんなのみたいなあ<ー>でもあタレントさんなのえ何なのあのナビゲーターさんなのみたいなえ何 ?MC なのとかえ何役者なのみたいな役者も全然違いますけどそうう何なのってそういうことを決めちゃうともうそれしかできないですよでも本心はもう何でも試したくなるんですよ<ー>ん本当にそれこそ何でもサンプリングしたくなるし何でもブラウズしたくなりますし。 だからそれを何やってもそこに一個のスタイルみたいなものが共通して見えてくればそれが仕事にねなりますよねなんかほら何だろうあの松田聖子さんなんていうぶぞだけどあの典型例だと思うんですからねあの松田聖子さんっていう職業だもんねあれもちろんですもちろんもちろん歌手ではあるんだけど他のこともねいろいろやってらっしゃるから松田聖子になるっていうね行 <うん S 2> <laughs> きますかここは メッセージはどうしますッー瀬原さんメッセージはどうしましょう<ー> <laughs> いつ、はい、じゃ今の今の星座とかう何か問題でもいいことばっかり起こってる <laughs>、うん <laughs> もう王座が最後かそうですねできれば今までやってきた星座の、うん。<coughs> 心の傷が浮上してきたらチャンス受け入れてこそ来年の幸運期につながるので友蔵さんお素晴らしいまとめ、うん、そのまま星占いの原稿になるね友蔵 <laughs> <laughs> さんじゃ、うんうん、あ星が去ってしまうカニ座の人が今後はどうすればいいですかそれその水の星座のグループで言うからうかかぶ完全にかぶっちゃうかもね、うん、<laughs> なんてこれ言ってるのは聞こえちゃってるんですかね 聞こえてますね <laughs> <laughs> 大。大丈夫大丈夫。<laughs> 火土町もしくは風の方ですかね。乙女座の人が伊豆座の男性が気になっている。うん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 。いいう,ね、うんうんいいかも。メッセージですか。ツイッターこのペーパリストのところで。で ちょっとサクッていく感じではいその前に全然上がりますその前に上がります What beautiful piano chilling the sleep walk the seven cross お送りしました。j. W. a v e Hello world 今夜は鏡隆二さんに星からのメッセージのお話を伺っています。さあね、ここですね。ちょっとツイッターの方見ていきたいと思うんですけど、かなさん、え私は乙女座なのですが、射手、うん、座の男性がちょっと気になります。うんえー、相性とか。 どうなんですかまあなんかね普通の星浪漫見るとまあ,あんまりいい音書いてなかったりするかもしれないですけどがっかりしないでくださいねすごくね乙女座の現実性が伊手座の人を支えますこれからただし伊手座の人は非常に自由でいたい <laughs> 乙女座の人は割と細かい、はいはい、いろんなこと気になるだからあんまりこう細かくあの例えばメールとか送ったら返事が。 帰ってこないとか<で>、えー、またなんでなこ来ないのみたいなことをあんまり言うと言ってた人は腰が引けちゃうからあ<ー>ちょっとまあ泳がせるぐらい大事ですよねちょっと余裕感じゃないですけども、はい、えそうなんですね。うん あ、はあ、伊手さん、乙女座って結構細かい、ね。うん、乙女座って細かいんですよ。<ー>でも、その細かさが、この世界を成り立たせるんですね。この世界に、もし、乙女座の人がいなかったら。うん、まあ、電車は送れまくるでしょうね。<laughs> <laughs> 乙女座が仕切ってる感が、ちょっと伝わってきましたけど。はい、えかなさん、いかがでしょうかね。の、トゥーマッチはね、避けていただいて、いかがでしょうか。はい さあツイッターのハッシュタグは HW81 さんですそしてメールは番組ホームページ右上のメッセージプレゼントもしくは直話ドン HW.J-WAVE.CO.JP でお待ちしていますさあ j w a v e h e l l o w o r l d FRIDAY お写真に続いては水の星座の7月以降の展開を迎えいます、うん 意外とたっぷり話させてもらえる番組なんですねこれね。いつも大体こういうのって一つのセゾのグループ一分半とかさなんかそういうスーパーサキ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 そう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 。一時間四十五分ね。しかも最近番組自体も十一時四十五分までだった中十二時までというになってんでそうですよ。その分結構コアなところまであの追求できるっていうのが僕としてはそう嬉しいですね。いいですよね。こういう環境はおそらくないない。なかなかないよね。ラジオの良さが伝わる。本当ですよね。 やっぱりラジオ、ね、もう一回注目されてますもんね、うん、もっともっと注目していただきたいですな、ねうん、でもあの嬉しいことにあの例えばテレビで僕のこと知ってくださった方がこの番組聴いてくださってそこで「あっラジオっていいじゃん」って、うん、あの思う方もね増えたんでどん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 増やしたいですねこの和というものをハリーパワーでいやいやハ,グハグパワーハグパワー <laughs>

ハリー杉山がお送りしています。J-Wave Hello World Friday。今夜は鏡隆之さんに星からのメッセージの話を伺っています。はい。ということはあの番組後半は十二星座を四つのグループ、火の星座、えー、土の星座、地の星座ですね、えー。風の星座、そして水の星座に分けて、まあそれぞれ七月以降の展開を香取、まあ、さんに伺ってきましたけど、まあ最後はですね、水の星座、はい、まあカニ座であり、うん、サソリ座であり、ウオ座であり。うん 7月以降の展開は。 教えてください。はい、蟹座蠍座魚座,蟹座水の星座、まあ、僕も魚座なんですけど。はい、占い好きでしょ、みんな。<laughs> 水の星座人。特にそう、あの、僕、十二星座本、十二星座、それぞれの十二星座の一冊一冊に分けた本を。はい、去年あたりから、出させてもらってるんですけど。えー、面白いことに、この水の星座が圧倒的に売れてるんですよ。ああ<ー>。もうダントツ魚座が売れてる。ええ、そうなんですか。かやっぱり、なんかあんのかなと思うぐらいなんですけど。はい、で、えー、水の星座の人は、えー、ここ一年間っていうのがいわゆるラッキー期間。 だったんですねで新しいことがスタートししたりしてる時期なんですよねで、えー、これからの7月16日からの1年間というのは、はい、今始まってること今面白いなと思ってることをより具体的な形に落とし込んでいくとき、はい、結果につなげていくとど,ど。だから、まあ、ベタに言うと金運がいいなんて言うんですけども、うん、今あの始まってるプロジェクトなんかをしっかりこう形にしていく。 でそのための現実的な努力をするとかロードマップをしっかり作るとか、うん、で特に水の星座の人ってこうロマンティックなのはいいんだけどあんまりあの現実感覚にちょっと疎い人も多いのでそういう時にはなんか周りのしっかりした人とかね大人な感覚を持ってる人に。 こうサポートしてもらって乙女座とかそう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  <laughs> 乙女座とかヤギ座とかそう、はいう子にあのサポートしてもらって、はい、え何かあの着手させる方向に行けばいいんじゃないかなという気がしますねえーえー、そっか水野先生ロマンチストなんですね。 へどうなるのか金運というふうにもそれちょっとおっしゃってましたけどそうですまあこういうねあの景気がなかなかこれから、まあ、よくはなってきてるとはいえなかなかね、うん、そんなに突然臨時収入がドーンと増えるってこともちょっとなかなか考えにくいですから、うん、ああそういう時にはあの なんか欲しいものをしっかり選んで買うとかうあるいは何だろうなこう今のこうカードのポイントとかローンとかそういうものを見直すとかねうそういうところから始まるんじゃないかなと思うんです。で、えー、金運ってなお金って何かなと思うと結局はその人の価値観が現れてくると思うんですよ。だから生活のいろんな不安がある人っていうのは本当に無駄にお金使っちゃうし。 で逆に自分が欲しいものをはっきりさせてる人とか、ええ、自分にとってこれが大事と思ってる人であればなんかこう余計な耳を張ってお金使ったりしなくて済みますもんね。うんなるほどなるほどうわだからここで自分の価値観をはっきりさせるっていうのも一つのチャンスですね。はい お話の中で他のあの星座のグループと比べると他は結構その用意するとか準備するとかいうのがあのちょっとイメージ強かったんですけれどもこの水の星座グループに関しては結構その結果に向かっての段階がそそ。そうです なんかもうすぐではないですけども,、うん、もうコツ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 も積み上げていってもう結構見えてきてるものを自分のものにするっていう形で,です、ね、例えば特にさそり座の人なんかは、はい、なんだろうこうこベタに褒められるって言ったりするんですけど、うん、なんかの賞をもらえるとかね昇進するとか、うん、そういうチャンス結構あると思いますね。うんいかかががでしょょうかねねね、うん、水のの星座の皆さんは、ね、ちょっとと、ね、自分がふとあ こういうことをこういうプロジェクトを今やってるけど、うん、もっとちょっともう形にしていこう。うん、そういうふうに自分を言い聞かせてもいいじゃないでしょうかね、ね。はい、ええー、逆にどうでしょうか。あのまあ気をつけるっていうわけではないですけれども、まあそういう具体的なゴールが見えてくる中で、あの用心した方がいい点とかありますか。まあ用心っていうほどでもないんでしょうけども、うん、非常にこうあの現実的になってくるのはいいんだけども、ちょっと忙しくなりそうだから、あの自分のペース配分 いうんでしょうかね。うん、あのそれをうまく作って、特に水の製造の人お人おしだかが多いので、はい、頼まれるとノーと言えなかったりするから。ああわかりますわかります。うん、僕の友達で一人あの水の星座のいるんですけども、うん、あのサラリーマンの方で、うん、なんかもう言われたことも徹底的に絶対やんなきゃいけないと、うん、で結局。 残業残業、えー、やってしまってそこで一回ちょっと体調を崩してしまった方がいらっしゃるんですけどね,ねだからそうなったらも、うん、あのその後のにも響いてしまうのでうん、うん、え何か自分の境界線をはっきり決めることが自分のためにも、はい、引いては相手のためにもなると思うんですねうん、うん、だから時にはここまでしかできませんっていうふうに正直にあるいは自分の能力の射程距離を知るっていうのも大事かなと思います。うん なるほどじゃあね水の星座剤皆さんちょっとねあの,あのもちろん、えー、ちょっとつもしんじゃないですけども何かに対して爆裂に、うん、爆走するものもいいかもしれませんけどちょっと周りを気にして、はい、そしてプランニングが結構大事ですね,ですねこれは。はい心、はい、に持っておいてください。 水野星座さんこれまでの成果を現実的に落とし込む時樋同じ方ですかあこれが違う方です樋違う方樋なんかすごい星占いライターみたいな人がいるなと思って皆さん鏡さんの言葉をツイッターでありがとうございます欲しいものしっかり覚えるいやなんか惜しかったなもうあの7月ぐらいの星占いに書いちゃったからな 押し書いてなかったらね皆さんのそのままパクって原稿にできたのにな <laughs> サブさんという方がラッキー期間に起きた内容を形にするロードマップに落としていく矢木、うん、座乙女座に原実的な方向に落としてもらう、はあ 本当そうなんですよ。実際あの経済面がに対してちょっと不安があるというか、そういう人たちってあの浪費が半端ないんですよね。お金があんまないくせに浪費がババババで大丈夫っしょみたいな。だから変な話じゃないですけど、もう十代の時やっぱりその新しいギターを買うなり新しいスパイクを買うためにも超もうあの細かく節約するじゃないですか。 そういう人の方がね結局たまりますもんねそう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 深井、うん、だからやっぱりあのお金って一種エネルギーだからなんか自分でこうあの価値観がフワフワしてるとこう,うわーっとお金使っちゃうんですよねうん確かに僕も気をつけよう僕も気をつけよう気をつけよう本当に樋口、うん、ウォーもつ無駄遣いしがちなんで <laughs> いやーわかりますすごいわかります テンンションがちょっと低い時になんかあの次の番組のための衣装をちょっとなんかいつもはいろんな気ましじゃないですけどうまくやるのが「もう全部買っちゃえ!」みたいな、えー、<laughs> まあ <laughs> ハリーさんはそれがね仕事だからね <laughs> いやいやでも気象台はうま,うまいやり方が絶対あるはずなんですよ<ー>おっメッセージコーナーですね 落とし物とか忘れ物とかに遭遇したりとかラッキーなことが目白押しっていうウの人がいますおーいいですね今特にでもウォーザ高運期だからあ、やそうなんです今来ます何つ行きますか四十二まで今度の幸運期の獅子座の人の気になる人が獅子座っていう、うん、高運期同士の相性とか赤いところ読むだけですね、はい、赤線、赤線、赤線 お届けしたのは今週リリースされたエメのニューアルバム Midnight Sun から小さな星のメロディーでした。ハリス山がお送りしています J Wave Hello World Friday。今夜は鏡賀美隆司さんに星からのメッセージの話を伺っています。これですねメッセージ見ていきましょうか。えー、グリーンフィッシュさんハローハロー。Hello, hello. こんばんばはなぜ、えー、だかわかりませんが今年は、えー、年の初めからラッキーなことが目白押しの毎日でまたなぜだかわかりませんが忘れ物物や落とし物を見つけたり拾ったりり拾っすることとに何度となく遭遇していますこんなにですね楽しいことや素敵なことばかりが続くと、まあ、少し怖い気持ちもあるんですけども今日ファッション雑誌に載っていた占いを見ていたらさらにいいことが起こるような感じに書いてありました。 私の星座魚座です今年はそういった時期なんでしょうかというね、うん、まあいろ,いろんなちょっとあの落とし物を見つけて拾ったりそんなことに遭遇しやすくずいぶん今はね素敵なことが毎日ある中で。これは ちょっっと不ぎて不安安ななんて思ってるんでですすすかかねね逆にぎてて思るもったいないそんなこと思ってたらね,ね<え>だから今のことをエンジョイすればいいんじゃないですかね。ね<え>で大座僕も大技ですけど、はいあのー、だから今ラッキーなことがいっぱい起こってるから、うん、それをしっかり形にするようにしていけばはい、はい、何が具体的なラッキーか分かんないですけど、うん、あの例えば出会い,いい出会いがあったらねそのご縁を大事にしていくっていうことを考えればいいんじゃないでしょうかね。うん、なんか時々々、あのー、すごい素敵なこととが次々と起きて、うん あの麻痺じゃないですけど、うん、あこれが普通なんだよねみたいなあ大丈夫でしょって思ってしまいがちな方とかいらっしゃいませんそ、うん、そうでですね、うん、でもそれはほら工事 っていう風に日本語では言うんですけど、えーうん、やっぱりそういう風に舞い上がってる時にはまあうまい具合にちょっとこう落とし穴があるよね、えー、でもその落とし穴があることであのま新人口では自我のインフレーションって言うんですけど、はい、自我膨張を起こさなくて済むっていう風に考えればいいんじゃないですか、うん、なるほど逆にその落とし穴のウェルカム落とし穴に対してウェルカムになってもいいかもしれないと、うんうん、まあでもそこまで心配する必要はないということですけどもねないですよグリーンフィッシュさんいかがでしょうかありがとうございます、うん、もう一度聞きましょうかね さあこれですね優さんからですありがとうございます、えー、ここ数年辛い出来事が多く、えー、気持ちが落ちることが何度もありました確かに好奇心はあるのですが失敗することが怖いです何か行動しても大丈夫でしょうか気をつけることは何かありますか、えー、天秤座の方ですね天秤座の人はねまあ一言で言うとちょっときつい言い方かもしれませんがカッコつけが多いんですよ だからちょっとした失敗でも、はい、あ恥ずかしいと思ったりしがちなんですよね、えー、でもそれもったいなくて、えー、実は実はまあ多分、まあ、確実に。 どっちや、ね、確実にですね人はそんなにあなたのことを気にしてないから多少失敗しても大丈夫、うん、でそういうふうに思って開き直るとあのもっともっといろんなことができるようになりますからね。うん、で、えー、そこで初めていろんな自分の個性ができてくると思うので、うん、あんまり人目を気にしなくていいんじゃないでしょうかね。プ、うんあのー、プラライイドドっってていいいことでもありなながら、うん、余計なプライドって時にの、ねうん、悪い まあ悪影響につながる可能性もありますしね。そ,うまあ、ねその自意識とい,いうのは一生のテーマではあると思うんですけどね。うんどうですかね、ユウ、うん、さんそこまででもあのだから、まあ、アグレッシブにいってもいいと、うん、であの、まあ、なんていうんですかね、ためらいもなく、ねうん、あのそこまで気にすることはないという、はい、ことはないでしょうかね。さんありがとうございうことで、さあ、ということですね、まあね、あの、チャンスメッセージ、もう一ついきますか。 行っ,ってみましょう。かね<ー>、はい、嬉しい。ですねありがとうございます。ね、鏡さん、あの、普段だと、なかなかこういうの、みっちりとね。あの、ね、鏡さんと、こういう風に、ディスカッションでする時間ってないですもんね。そうですよ。普段、イギリスの食べ物、の味ばっかりしますね。美味しいですからね、皆さん。本当ですよ。えー、本当に。たまっち <laughs> さんですね。はい、はいえー。こんばんは。12年に一度の、幸運期の獅子座。です。うん おめでとうございます。今気になる人がいますが。はい。その人も。獅子座。です。獅子座バーサス獅子座の相性を教えてください。いいじゃないですか。だから。ダブルでね、幸運期にやってきますから、もし同じ方向を向いたら、本当にいいし。はい、違う方向を向いていても、世界が倍に広がるっていうふうに。思えばいいんじゃないですかね。えー、かこういう時どうなんですか。よくあのバッテリーじゃないですけど、プラスとプラスが。合いすぎると、それはあの、あの合わないとか,っていか、ね。あのね、獅子、はい、座の人っていうのは。はい 欠点というかまあ欠点でもあい,いいところでもある欠点でもあるんだけどもどっちにしてもこう自分がこう中心でいたいんですよね<ー>だからちょっとエゴイストなところがあるんですねボスイなところあるんです、うん、で,でもそれはあのなんだろうあの自分自身のオーラが強いってことでもあるから、うん、いい面でもあるんですよね、うん、だからあのずっとそうお互いにやっちゃってるとまあ太陽二つはいらないじゃんだから時にはそのもう一ょ気になってる方に主役になってもらう、うん、で今日は 私が主役いうにちょっとこうそのあのなんですかねそのモードをこうスイッチしていくような、えー、そういうことができるとそういうことができる大人のこの方女性ですよね、はい、そういう大人の女性になっていただければいいんじゃないかなと思います、うん、なるほどね、うん、いやあ男性の方だったんですけどあ男性の方ですか全然全然でも分かります同じことですねまあでもね。 ちょっとあのプラスとプラスがバチバチする可能性があるかもしれないけどそれを乗り越えてお互いの,、まああのプラスとマイナスをしっかり分かり合えばさら、うん、なる向上効果が期待できるかもしれないという玉町さんいかがでしょうか。頑張ってくださいさあさいあん も今日もね随分徹底と話させていただきましたけどもね、はい、あのー、ぜひともね、あのー、先生の、まあ、本とかも見ていただきたいですし加賀美さんの先生と知りたいという方はね加賀美さんの公式サイト、はい、えー、ぜひともチェックしてください加賀美さんありがとうございました何と,というす敵なお時間をねまた次回もどうぞよろしくお願いいたします,しますイギリス料理以外のトピックでお願いいたしますしいまありがとうございました、はい

パスあ、違うパソコンです。 What a lovely tune to give you a bit of spice and a bit of calm for your Friday evening. A sunny colon o Thousand Roses をお送りしました。J-Wave Hello World! さあここでお知らせに続いては日本赤十字社学研 The Reason Why ナビゲーターは南沢直さんです。僕ハリースゲマとはまた後ほど。どうでしたか皆さん。ねえ。 みっちりとねみんな皆さんのためにね徹底的なこの鏡さんマジックほんと上品なんだよね先生先生でいっと怒れちゃうけどな When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light like you'll see. <laughs> oh, I won't ah! be afraid. <clears throat> Eh, and darling darling stand by me what how

最近ちょっと尺の管理をいろいろ考え始めて、<お>いや,いや結構なんでそんな驚くんですか。<laughs> いややっとその境地にいや違,い違うんです、尺の管理っていうか単純にあの今までは今回でだけどなだけどそれをもうちょっとあのもうちょっと的確にってことですね。 この子結構いいんですよね、うん、僕の中でいやマジでビッグになりますよこの子本当に どうしまエンディングんと特にどうですか来週はパッキングですテーマパッキング行った方がいいですかパッキングって何,何あれスーツケースのスーツケースのパッキング作りうん、うん <laughs> ああ、それ、それ一分ぐらい話せるな。うん、旅行、夏休み前に、うん、ぴったりな。これ、それぞれの復習する必要はないな、きっと。うん いや相当可能性感じるな、この子は声がいいよねボア,ボアちゃんっぽくない声が確かに確かにそうだね。ねいわゆる東洋人がアメリカでちょっと歌を結構やって、うん 15歳の声じゃないいよね大人っぽプロモーターさんがあれじゃないですかあのプロモーターのレコード会社の方がなんかテラスハウに出てるそうそうそういいそうそうそうあなんか知ってんなみたいなと思ったんですけどねでもその方234ぐらいですけど15歳の彼女の方が大人っぽいもん。<laughs> ちょっとあの遠山ちゃんに関してすこちょっとだけ話します。あ10秒ぐらいしかない。わかりましたあ。じゃあそれで OK。それにはめます。10秒ぐらい。 彼女まだ15歳なんです。今後注目していきたいと思います。She's beautiful, she's absolutely fantastic. 遠山ミレで Fallen Out、今夜のラストナンバーでした。さあ、ハリー・杉山ナビゲートしてきました。J-Wave、Hello World、Friday、お別れの時間です。ねねえやっぱその鏡さんと、ね あの普段すごいあの仲良くさせていただいてそれこそあのまああのイギリス料理をどうやってプロモーションしていけばいいのとかねなんでこんなまずいって言われるのかとかねお互い熱く語ってる中でやっぱねあのその僕の,この本職であるそのナビゲーターと本職である先生術の研究家というお話は非常に貴重な経験をさせていただきました河合さんありがとうございますさあ来週月曜日の Hello worldDJ 太郎さんがナビゲートですテーマは変わりゆく虎の門 そうです、虎ノ門から新橋を結ぶマッカーサー通りが開通し虎ノ門ヒルズがオープンマッカーサー道路ししましたが、ね、開通し虎ノ、えー、門ヒルズがオープン、えー、再開発で変わりゆく虎ノ門を大特集していきたいと思いますゲストはですね散歩の達人ムック編集長である山口雅彦さんです虎ノ門そして新橋の散歩の極意を伺いたいと思いますね 虎ノ門といえばもう本当にもう姿は変わりましたよねあの僕昔の実家がその辺りだったんでよく虎ノ門病院は過ぎて金ぴら神社とかに行ってたあのそ風景が随分変わってそれこそあの朝例えばですね前、えーまあ、僕あの新橋にタクシーで向かうんですけど昔だと、えー、外堀からビューンって行くんですけど今の,あの築地虎ノ門トンネルがあることによってめちゃめちゃ早いんですよ。 本当に前は10分15分くらいかかってたのが23分に行けるというのは非常に便利ですが、まあ、それ以外にもねいろいろ風景が変わったところいいろいろね山口さんに行きたいところですがはい、えー、月曜日のテーマは変わりゆくとなるものです、えー、そしてあの Hello World Friday 来週金曜日のテーマはパッキングということですねあのパッキングと言いますとね皆さんあの旅行行く時のパッキングですねあのスーツケースのまあね僕あのーまあ皆さんおそらくわかると思うんですけども はいあの23日前からスタートするパターンじゃないんですけどね、えー、前夜もしくは当日の朝ね6時出発だったら5時に起きてバーってやっちゃうタイプで何か忘れちゃうんだよな何を皆さん忘れますか僕はですね携帯の充電器をよく忘れてしまいますあるあるですよね、うん、そのあたりねどうやって、えー、改善していくのとかそういうこと含めて話していきたいと思います、えー、来週のの金曜日のテーマはパッキングです。 JWave このあと12時からは藤田拓海さんがナビゲート東京リアライゼと続きますどうぞ藤田さんよろしくお願いします right, !Ladies and gentlemen, have a quality Friday evening and a fantastic weekend too ここまでの相手は私、杉山ヘンリー、アドリアン・フォリオット、スコット・ストックス、ハリー・杉山でした。バイバイ !And good nice one, 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 one good nice one, 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 one.

お疲れ様です。お疲れ様です。はい、メッセージはこれあのします。すい,ませんいや皆さん今日もねあのジョインしてくださってありがとうございます。まあ占いっていうねあの僕は、えー、ねちょっとあんまり占い絶対興味ないでしょというふうに思われがちなんですけど実は あのイギリスにいたの11の時でうちの母親は結構ね占いホロスコープっていうんですけど好きでそれをおかんのために訳してたんですよ週一で「サンデータイムズ」のシェリー・ボン・ストランケルさんっていう人のあの占いだったんですけども意外とちょこちょこっと、あのーまあ、興味はあるんですけどもなんかね水がめ座ねああいう感じだっよ恋愛運が非常にアップとか。 とりあえずもうあの積極的にいろんなものを唱えてアタックしてもいいかなっていう時期ですがい,もういろんなものに僕ちょっとあの興味を持ってしまうんですよだから変な話例えばいや当たり前なんですよ僕が芝居とか絶対もうもう違うと思うんですよね。スーパーパ大根じゃないですか絶対 いやいやそんな無表情で「うん、むむむむむそんなことないよ」って言うのやもう絶対ないんですよとか、まあ、そういうこととか含めてね、まあ、いろんな新しいチャンスとかあるかもしれないし、うんね、もうなんつっても4月からもサッカーの番組は結構自分の中でもワールドカップもあったしワールドカップが終わってじゃ次のステップ杉山どうすんだっていうね、うん、いやね、まあ、真面目な仕事の話してもしゃあないですけど <laughs> ごめんなさい。 であとあの日々いろいろあのプレゼントをねあのはらわあてとか僕の事務所に送ってくださってありがとうございます毎度事務所に行くためにちょっとなんかすごい素敵なあなファンレターなり、えーね、プレゼントな、ね、りちょっとなんかかなりあのびっくりしちゃいます本当にあのでも例えば、えー、バッジであろうとあのあのネクタイとかねあの素敵な、えー、ブレスティットであろうとも結構。 嬉しいんですよね。うん、で、なんかそれを。このハロワでも、まあ今日ちょこっとしてますけども。あの、ロンドンのビッグベン。<laughs> ビッグベンロンドン。鏡さんは、若干、あのエッフェル塔というふうにも、思われてましたけど。ね。引きだと、超引きだと、エッフェル塔に思われても、仕方ないかも。あ、ちょっとわかんないですよ。確かに、ここだってエッフェル塔と思っちゃいますよね。ああ、そうですね。うん、遠いと。近寄りは。近寄り。 なんか日暮里に、結構、あの、日暮里ですよ。東京の日暮里になんか。あのー、イギリスグッズを売ってるところらしそうで、リトルロンドンかなリトルブリット、リトルブリットの違うか。うん、ね、ありがとうございます。そっかいや、別に、あの、日本代表が負けたから、こういうオールブラック。なんか。プラシーボとか。あの、そっち系のバンドにいそうですね。こういうキャラ。 ブライアン・モルコブライアンモルコすごい髪型してましたよね真ん中分けのねブライアン・モルコの声がすごい好きだったんですよ一時期な,なんかあの日本,日本でいうあのハイドさんじゃないけど、まあ、で,でもそういうなんかい,いわゆるいわゆるそっち系じゃないんですよねなすごい鼻にかかってるんだけどななん,なんなのあの色気はみたいなさ 男からしてもかっこいいじゃないですか、ブライアン・モルコって。あの声は特殊ですね。あの声の人っていないいいなでいすよね、うん。プラシーボっていうバ番組ですよね。ね Calling up a n unbelief! な Never leave! Never leave! あ似てる Oh! oh. でも一時期僕、ブライアン・モルコの「Just like special cave!」<laughs> ってこの声と ちょっと似てると思ったのがあの何、ー、だっけトゥルーリーマッドリーディープリーって曲知りません何だっけあのオーストラリアのあれあれあれああ何だっけあの番組二人,人組ですっごい売れたな一つ曲えっとね「サベージガー・ーね、ッジガーデン」そう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 知らないですか もモルコっぽいモル,コモルコっぽいっていうか、えー、な何すかねうんなんか「I'll be your dream I'll be your wish I'll be your fantasy」なんか、ね、ち,ょちょっとモルコっぽいところ入るんですよね。もうなんかすごい単,単調じゃないですけど普通のなんかそこまで展開がない曲なんですけど超売れたんですよ。 90年代になんだくさびどんな感じだったっけあれどんだっけあ、まあうん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 あめやいや ヌヌ。バコ<ぬ> <laughs> の時計台ちゃうでちゃうでちゃうでいやハリーくん気になる人いるのないっすねうんあと皆さん情報で僕私のタバコ吸わないっす何なんだろう パッキング得意そう全然とと、まあ、の好きなんですけど大抵早く終わらせちゃうんで当日やっちゃうんですよ。それで一回あのヒースロー空港乗れなかったっていうこともあったんで <laughs> あれマジテンション下がりますよ <laughs> あります飛行機乗れなかったパターンってない,、ね、ないですか,ですかあのね自分相当あのいろろんな方法で絶対乗ろうとして クソみたいな人間で改めて自分思うんですけども当時あのあれいつだったかな、まあ、ロンドン大学だったのかなロンドン大学まだウィンチェスター行ったのかななんかえー、そもそも電車がいきなり止まるっていうことになっちゃったんですねロンドンの中からヒースロー空港ターミナル4に行く途中で「ちょっと事故終わりました」みたいな「これ以上先行きます、ね」えーみたいなでもそれでも一応2時間前なんですよ。 だけどそっからバスを見つけるとバス来ないしみたいな <laughs> であの出発、えー、1時間ぐらい前にやっと空港に着いたんですよでもバージンの、えー、デスク行ったらちょっとしますませんみたいなご、うん、めんなさい無理見せないだな What? what? Mate、oh. Listen I gotta get on that plane you know what man

とんでもなないいクソみたた一人芝居をやったことあるんですよ <laughs> あの「<laughs> まマまとすみませんお客様あちらの方でお待ちください」って言われてずっと30分ぐらいキョトーンって待たされて最終的にあの「あの明日また同じ時間に来てください」って言われて <laughs>、えー、<laughs> 空,空港のホテル普通に3400ポンドぐらい当時何7万8万ぐらい払わなきゃいけなくて最悪でしたね最低。うん いや、本当ね、死にたくなる感じやん、本当に。うん。まあ、交通、まあ、交通で、嘘じゃなかったんですよ。ついて、その後、速攻仕事だったんですよ。モデルの仕事が。飛ばしましたよね。超超クレーム、超クレーム。うん。そういう時僕です。<laughs> うん。最低、最低、最低。電車止まるのは読めない。 マジであそうかもうこんな時間になっちゃいましたな,なんかあのいつも「終わろう」って僕のものまねコーナーとかになってきたじゃないですか「今日,今日はやりませんだけどなんか課題ください <laughs> 課題課題が欲しいなんかい<題>でもしかもイギリス縛りね皆さん、まあ、イギリス縛りじゃなくてもいいけど僕がちょっとできそうなちょっと課題が欲しいなと思ってそうっすね欲しいっすねなんか。イギリスのモノ ボーンじゃなくてもいいしなんかなんか <laughs> なないや受けすぎでしょでもなんかもうちょっと低い声でもっと落ち着いてますよって言われましたなんかツイッターで <laughs> な,なんかなんかもっとあくび飛行機の遅れ遅れてても走らないイギリス人と結婚のご挨拶で日本へ向かう便に乗れなかったですうわー生まれて初めて飛行機乗り遅れ乗り継ぎ便の予定がバージンで空きを見つけ予定よりはあのー。 そ日本に住くさいよかったねって、うん、<laughs> なんか課題ないかな難しいね <laughs> ポールウェラーの息子がさこの間来てましたよねな本ですかなんかビートプラネットって普通に歌歌ってんじゃないですか超イケメンだった,ったっ超イケメンだった、えー、うんポールウェラーって多分あんま俺の前で いやいやいやでも分かんないでしょうね。何がいいかな何がいいかなイア,かイ,アイアン・ブラウン。イアン・ブラウンイン・ブラめっちゃナイスワン言いますからね。ねかるイ,かイアン,ブラウン・イアンブラウン。何がいいかなー <laughs> <laughs> なるほどね <laughs> っ <laughs> やってましたね <laughs> やってましたね <laughs> はいごめんなさいあのー、僕のくだらない話に付き合ってくださいありがとうございます12時11分でございます、えー、皆さん素敵な金曜の夜をお過ごしくださいまして週末ねえー、僕はちょっとテレビの仕事コツコツありますけども楽しんでください来週はパッキングですちょっとねあのー、もうそろそろしたらちょっとイベントの話 でできるかもししれないといいととうことでお楽しみくださいあとポール・スミスね是非ともねあのー、なんかそこを応募するっていうよりはあのポール・スミス×サマソニーのなんかコラボ T シャツとか、あのー、もあるんですけど普通だったらなんか1万兆ぐらいの5,000円ぐらいの,あの T シャツがあったりとか他にももうちょっとあのお値段が、えー、フレンドリーなものもありますし買ってちょっと抽選にポーンっていって僕とリリーズリメインズハッピーとね みんななちょっと素敵な空間を作り上げることができたら嬉しいです。それでは皆さん、グッドナイトバイバ bye b ド、ジェーム、ナ<誰>オ、トァ o ハーリー、イー誰誰イーッシーおやすみなさい失礼しました。グッドナイト。グッドナイスマン。